どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、キヨキヨ祭り、キヨキヨ祭、どちらでも OK でございます。キヨキヨ祭に関してグッドアタック賞のリプレイを紹介し、リプレイを見ながら紹介していきたいと思います。早速ターンホール10が1人、ターンホール9、8が2名ずつとなっております。ターンホール10のリプレイを見ていきましょう。グッドアタック賞入賞のリプレイでございます。はい、敵の2番を攻めた。2番はですね、1番と一緒のリプレイなんですね。2番を攻めたんですけれども、今回ヒーラーをですね、組み込まなくてはならない縛りがない状態でヒーラーを4体追加しているんですね。早速見ていきましょう。編成は何ですかね、何でしょうか。まあ早速見ていきましょう。まずは、サンジの方向を穴開けしていきました。さあそして上の方もですね、12時の方向も穴開けをしております。さあどうでしょうかね。そして下も穴開けるんでしょうか。さあどうだどうだ。おっと、下にゴーレムを先に出してウィザード出して、そしてウォールブレイカーで、先開けではないですね、こう流れるように穴を開けていくという形でございます。さあそして上ヒーラーに、ヒーラーじゃないわ、アーチャークイーンにヒーラーを3体か、あ4体かですかね、ちょっとわからないですけども、さあここで下はゴーレム1体、そして、3時の方向はゴーレムが2体、そして上はアーチャークイーンでやっていくという形でございます。そして、3時の方向にバーバリアンキングとゴーレムが1体追加されました。こういう攻め方は結構ありますよね。12時、3時、6時に穴を開けてゴーレムを2体ずつ、開けて中心部にジャンプを打ってゴーレム部隊を全部中心部に持っていくというやり方がありますけれども、こちら12時の方向のゴーレム2体がアーチャークイーンとなっているということで、これは何でしょうかね、攻撃型、ゴレヨンと言いますか、そんな感じですかね。そして中心部インフェルノタワーのターゲットがほぼほぼ、ゴーレムとバーバキリアンキングに、入っているので、アーチャークイーンに、なるべくその、インフェルノタワーの攻撃が当たらないようにしておりますね。さあここでやはりヒーラーがですね、3体ということで 14×3 枠が消費されてしまうんですね。そしてちょっとインフェルノタワーということで、このゴーレムがちょっと機能していないですよね、ちょっとこの部分。さあそこでまあ 56% ちょっと失速していますね。やはりこのヒーラーを組み込んだという点で、結構その、おこれはすごいなんかこう迫力のあるというか、ちょっと奇抜な攻めだなと思ったんですけれども、ここで、負けてしまいましたね。ということで今回は豊さんのリプレイでした。続いてターンホール9、1人目の方のグッドアタック賞を見ていきましょう。はい、こちらはですね、大月さん、グッドアタック賞のターンホール9、1人目の方は大月さんでございます。村的には本当もターンホール9カンストですよね、ほぼほぼ。そしてアーチャークイーンも26ということで高いです、敵は。そして編成は、5ラバゴレということでハイブリッドとなっております。これね、私が今回グッドアタック賞に選ばせてもらった理由といたしましては、綺麗だったんですね。あ、本当に綺麗でした。最初にゴーレムを2体出して、そして、ウィザードでサイドカット、そしてアーチャークイーンも、入れてジャンプを出します。そこで、ゴーレムをですね中心部に引き寄せるわけです。そこから、相手の援軍が出てきたタイミングを見計らって、バーバリアンキングを出すんですね。このバーバリアンキングを後出しにする理由としては、バーバリアンキングに援軍の例えばこうウィザードとかのね攻撃が当たらないようにするために、バーバリアンキングは遅らせて出すわけです。そしてヒーローレベルが13、16ということで、その大月さん自身のヒーローがそこまで高くないんですよ。なのでレイジを出すことによって、その自分の低さというか、自分のちょっとしたデメリットをしっかりと、カバーしてますよね、呪文によって。そして呪文がですね、レイジ2個、いやーそこでちょっと対空砲の HP がもうちょっとだったんですけれども、さあここで、レイジ残り2個ということで見ていきましょう。ハイブリッドなんですけれども、レイジをここのタイミングで落としましたね。これラバハウンドの破裂ダメージで破壊してますよね、対空砲を。これを計算に入れていたのかどうなのかという問題はまた別の話になってきますけれども。そしてレイジ2発目のレイジを、そうですね、やはりそこら辺ですよね、素晴らしく、もうナイスポジションに打っております。そして裏バルですかね。まあこの状況でちょっとウィザードタワーの攻撃がまあラバハンドに吸い込まれてるので、まあ裏バルも良かったのではないでしょうか。
そこで裏バル第2弾。はい。そしてこの、バルーンの数ですよね、ここまでバルーンの数がやっぱり残っているとやはりうまい証拠かなと思います。そしてラバーバビーの数もですね相当多いので、非常に、綺麗な攻め方だなと思いまして、私今回大月さんをグッドアタック賞タウンホール9の1人目のとして選ばさせていただきました。ということでですね、今回はタウンホール10、1人目そしてタウンホール9のグッドアタック賞ということで紹介させていただきました。どれもですねやはり個性的であったり、非常に綺麗な攻め方だなと思いましたので選ばさせていただきました。次回ターンホール9 2人目の方、そしてターンホール8、1人目の方2人目の方を紹介していきたいと思います。ターンホール8の方はですね、先に言っとくんですけれども、すごくですねユニークな攻め方でした。ということでご視聴ありがとうございました。